東ドイツ市民をピクニックに紛れて逃がそう大作戦でございます。おはようございます。いつかやる社長でございます。さて今回解説するのはこいつだ。ベルリンの壁、冷戦時代を象徴するように築かれた壁でございますが、これから崩壊するまでには様々なドラマがございました。さあ今回もベルリンの壁崩壊を3つのポイントに分けてみました。それがこちら、東西冷戦、ヨーロッパピクニック、一言で崩壊、この3つを中心に解説していきましょう。まずベルリンの壁とは何だったのか。ベルリンの壁とはドイツに築かれた壁のことでございました。第二次世界大戦終結後、敗戦したドイツはアメリカ、イギリス、フランス、ソ連の4カ国によって分断されてしまいました。しかしその後、アメリカ率いる資本主義陣営とソ連率いる社会主義陣営が対立、お互いが仲間を増やしすぎたためにドイツだけではなく世界を東西に分断したんですね。これが東西冷戦という争いでした。今ここに書かれている線には鉄条網が張られていて、互いの情報が外に漏れなかったようになっていたんですね。なのでイギリスのウィンストン・チャーチルはこの線のことを鉄のカーテンなんて呼んでね、情報がお互い行き来できないようになっていたと。この時ドイツも二分化されていたから、じゃあベルリンの壁ここにあんのかなと思いきや、ベルリンの壁はここにありました。いやそんなとこあんのかいと言いたくなる場所にあったんですね。なんでこんなところにベルリンの壁があるのかというと、ここはドイツの首都ベルリンがあった場所でございました。ドイツを分けるんだったらちゃんと人も分けなきゃ非公平だろう、そういった考えのもと4つに分断されていたんですね。だからこれを封鎖するためにベルリンの壁を作ったかといえば、実はそうじゃないんです。東ドイツ、つまりソ連側のこのドイツというのはとてつもなく生活が苦しかったんです。共産党に歯向かえば秘密警察シュタージに連行されて何されるか分かりません。互いに裏切らないからの密告が奨励されて、おまけに会社や農地は全てソ連に持っていかれて、このままじゃ生活できないよということで、多くの東ドイツ国民が西側に逃げていきました。その逃げ方は、国境はなかなか越えられないけども移動が自由だった西ベルリンに入って、そこから西ドイツに飛行機で行くというやり方でございました。これがあまりにも広がったために東ドイツの人口がゴリゴリ減っていきました。どれぐらいで人口が減ったか、350万人ものドイツ市民が逃げていきました。これはまずいよ、人いなくなっちゃうよということで、1961年に突如作られたのが西ベルリンをぐるっと取り囲むコンクリートの壁でございました。これがベルリンの壁です。つまりこの壁は東ベルリンの人間が逃げないように作られたものなんですね。これを越えようとすれば当然警察に撃ち殺されるという、まあこんなダサい壁はないです。さあこのベルリンの壁が1989年11月9日に崩壊するんですが、その崩壊のきっかけを作ったある国がありました。それがこの国です、ハンガリーです。ハンガリーはもともと東側の国ではあったんですが、このままでは経済が破綻しちゃうということで、民主化、つまり西側陣営の仲間入りを目指してたんですね。そこで出てくるのがこの人、ネーメト・ミクロシ首相。この人がハンガリーの隣国であるオーストリアとの国境に鉄条網が張られてたんですよ。それを全部撤去しちゃったんですね。だからその気になればこっから出れるようになっちゃったと。当然東ドイツの人間がこれを見逃すはずがありませんでした。旅行と称すれば東は諸国の国には自由に行き来ができます。そこでハンガリーに旅行行ってきまーすって言いながら、そのままチェコスロバキアを経由してハンガリーを通って、このハンガリーからオーストリアに抜けて元自分の西ドイツに行くという、すごく大回りな脱出路を考えたんですね。なんですか、ここに一つ誤算がありました。国境に障害物がなくなったとはいえ、ハンガリーのパスポートがなければオーストラリアには移れません。だからハンガリーのこの国境付近には多くの東ドイツの人間が難民キャンプみたいなものを作ってたんですね。さあそんな状況の中、一つの事件が起こりました。ハンガリーで知識人の夕食会があったんですね。そこの中で民主化に向けてこれから何かキャンペーンを打とうよという話が上がった時、一人が冗談半分に、ハンガリーとオーストリアの国境でみんなでピクニックをしようやってことを言い出したんですよ。初めはみんな笑ってたんですよ。何言ってんだよって言ってたんですけども、これを聞いた一人の人間が、いや寄ってみねって声出したんですね。そこからみんながどんどん乗り気になってきたと。でこれが上りに上って、ついにはネーメット首相の元まで話が行くようになったんですね。このネーメットも乗りが良かったので、どうせやるんだったらピクニックなんかケチなこと言ってね、もっとでかいことやろうぜみたいな、特攻野郎 A チームみたいなこと言うんですよ。そこで行われたのがこちら、ヨーロッパピクニック計画。
このヨーロッパピクニック計画、何が行われたか。簡単に言えば、東ドイツ市民をピクニックに紛れて逃がそう大作戦でございます。そのためにまず何を行ったか。ハンガリーには東ドイツ市民の難民キャンプがありました。そこにこっそりとこのようなポスターが貼られたんですね。ハンガリーとオーストラリアの国境付近でピクニックを開催、みんな参加しようねーっていうポスターです。これをわざわざドイツ語で書かれてたんですね。これにキャンプ地にいた東ドイツ市民がどんどん食いついてきます。そして1989年8月11日、ベルリンの壁が崩壊する約2ヶ月前、ハンガリーによる一大脱出劇ピクニックが開催されました。当日はオーストリアとハンガリーの国境付近で友好のお祭りを開催します。さあ、そんな和気あいあいしていた国境付近に、途中として東ドイツ市民を乗せたバスが何台もやってきます。しかもこのバスはなぜか国境ゲートの付近に停車するんですね。そこからバスを降りた東ドイツ市民は国境に向かって猛ダッシュ。なぜかそこには武器を持たない国境警備隊がこちらですと誘導し、なぜか検問所のゲートは全開に開かれており、なぜか国境管理人はあからさまに東ドイツ市民に背を向けながら、オーストラリア人のパスポートをお前これ本当かってチェックします。その向こうではなぜかオーストラリア人がみんな笑顔でこちらこちら頑張れと応援しているんですね。そうです、ネーメットが全部裏で工作してたんです。これによって西側に脱出できた東ドイツ市民は1000人もいました。この数は決して多い数ではありません。ですがこれによってハンガリーに行きさえすれば西側には脱出できると、そう印象付けたんです。当然これには東ドイツ政府が怒りました。東ドイツの市民を強制送還させろと言うんですけども、あの人たちは勝手に逃げたんですよと、私たち何も関わってませんと、オーストリアは西側の国だから私たち勝手に介入できませんよ東側だからと、こんな感じのことをやるんですね。こんなのはハンガリーのやらせなんて分かってたんですよ。分かってたんだけども証拠が何もないから、おりハンガリーくぬぬーみたいなことしかできなかったんですね。そしてこのピクニック計画が成功したことが伝わると、東ドイツの市民が次々にハンガリーに旅行に来るようになりました。なぜか自分の車に家の家財道具を全部積んで夜逃げのようにやってくるんですね。しかし東ドイツ政府も黙っておりません。1989年10月の3日、東ドイツ市民の旅行を禁止しました。もうこれでハンガリーに行くことができなくなりました。これに怒ったのが東ドイツ市民でございました。もうやってられるかとみんなで立ち上がって、このようなことが行われました。月曜デモ。このデモ当初は数千人から始まったんですが、みんながどんどん加熱してって、あれよあれよと50万人にまでも増えました。月曜日にデモを起こしたことで月曜デモと呼ばれております。さあ、ここまで来ると東ドイツ政府にはもうこのデモを止めることは不可能になってきました。ついに東ドイツの政府でトップだったホーネッカーは退陣にまで追い込まれたんですね。それでも国内の混乱は終わりません。そこで次なるトップクレンツが旅行の規制緩和についての政令を作りました。これは出国許可書さえあれば旅行行こうが、もう国出ようが好きにしていいですよというものです。ただ混乱しないように、今からじゃなくて明日から発行しますよという内容の政令でした。これがベルリン崩壊のきっかけになりました。東ドイツのシャボウスキー報道官という人間が記者会見でこの政令を発表する予定でした。しかし急ピッチでこの書類が作られたことによって、シャボウスキーはこの内容を全く理解してなかったんですね。これが運の尽きでございました。そして会見が終わる7分前、このシャボウスキーが歴史に残る勘違いをしました。イタリアのある記者が今回の旅行規制についてどうなんですかと質問してきました。この時シャボウスキーはこれすっかり忘れてたので、あーやばいどうしようどうしよう、あさっきの書類さっきの書類ってことでさっきの書類を読み始めたんです。そしたらその記者がそれはいつから発行ですかと聞きました。本来ならば明日から発行される規制緩和なんですけども、そんなことすっかり知らないシャボウスキーは書類を見ていくうちに直ちにと言葉が見え入りました。そのまま直ちに伝えなくと、こう勘違いして言ってしまったんですね。さらに別の記者がベルリンの壁は越えられるんですかって聞いたら、シャボウスキーはあもうどこからでもできますよと、またここでもこんなこと言っちゃうんです。さあ、ここからが大変でございました。東ベルリンの人たちがこのベルリンの壁にどんどんやってきて、壁のゲートを開けろーと騒ぎます。当然警備隊の人たちは何の指令も受けてないので、何がないやら分かりません。それでも次々と東ドイツ市民が多くやってきます。もうこうなってきたらもはや機微どころではありませんでした。このままだったらいずれボートと化して自分たち何するか分かんないと、これはまずいと思った警備隊のハラルト・イエーガさんがついに決断しました。そして歴史が変わった1989年11月9日午後11時35分ついに28年間閉ざされていたベルリンの壁のゲートが解放されたんです。
これによって多くの東西ベルリン市民が手と手を取り合い、抱き合って28年間越しの再会を祝ったんです。もうこうなってくると政府が何を言っても歯止めがかかりません。これが人間の強さなんです。そして再会を祝い続け、お祭り状態だった11月の10日、名も知れぬ一人の人間が突然壁をハンマーでダーンと叩き始めました。それを見ていた周りの人間が壁を壊し始めていったんですね。まさに平和の瞬間でございました。そして1990年ドイツの再統一がなされ、現在のドイツへとつながってきました。ハンガリーの勇気ある決断、ドイツの人たちの負けない強さ、シャボウスキのちょっとした勘違い、これが世界の歴史を大きく動かしたんですね。これがベルリンの壁の崩壊でございました。しかしこれは全てがいいことではありませんでした。再統一後はユーゴスラビアでは内戦が起こって、ドイツの格差社会はどん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 開いていって、 EU でも現代まで残る多くの混乱が生まれました。それでも壁があった方がいいかと聞かれれば、きっと彼らはこう答えるでしょう。 Ip Hawa di Berliner Yawanicht、 ベルリンの壁なんかなくていい。あ、これGoogle 翻訳で翻訳しただけなんで、合ってるか分かりませんよ。さあ、というわけでございまして、これがベルリンの壁の崩壊の全容でございました。これからもね、現代史を皆さんになるべく面白く伝えていければいいと思っておりますので、もしこの動画面白ければ、高評価、チャンネル登録、そしてコメントの方、よろしくお願いします。